なぜ未来の松山が過ごしやすい街なのか、その理由を探しに来た未来少女たち。さあ、松山のいいところを見つけよう。大好き松山、音楽シーンを解き明かせ。今週は選挙コンシェルジュの取り組みを分かりやすく教えましょう。はい、お願いします。さあ、投票に行こう。選挙コンシェルジュの取り組み。失礼します。みんなの意見をまとめた選挙広報が多分こんな感じになるのかな。選挙広報？選挙ポスター？大角さん、はい、こちらは？はい、ここに集まっているのは選挙コンシェルジュの皆さんです。選挙コンシェルジュとは、政治や選挙の大切さを若者が若者へ伝える、高校生、専門学生、大学生で構成された選挙啓発活動を行うチームです。学校などへ出向いて授業や模擬選挙を行います。ポジティブなことし、この日は近く行われる模擬選挙の打ち合わせ。コンシェルジュ自らが候補者役を務め、どうすれば選挙の大切さを伝えることができるか細かく打ち合わせます。投票箱が組み立てられ、記載台が並べられ、ポスターを貼り出します。模擬選挙の授業を受ける生徒たちは、今年度選挙権を得る17歳。さあ、模擬選挙のスタートです。松山市を良くしたいっていう熱意のある候補者が3人登場します。メガソーラーの建設を推進したいと考えています。ファッションを中心とした複合型の総合ビルを、それが松山109作戦です。東京の方が情報もたくさんあります。ただ松山にどういう企業があって。コンシェルジュの演説は候補者そのものです。選挙の臨場感に生徒たちはぐいぐい引き込まれていきます。することでもありません。皆さんが働きやすい環境というのを。そしていよいよ投票です。投票用紙、これも実は秘密があって、折っても開くんですよ。これ折ってみてください。実際に初めて投票用紙を手にする生徒たち。名前がわからない。前に書いてある目の前。模擬選挙の感想は？はい、行きたいと思います。なんか今までもっと遠い存在だと思ってたけど、身近に考えれるようになりました。貴重な影響とか清き一票というふうにも言われているんですけども、皆さんの一つの意見、そして一つの意思というのが、もしかしたら地方を、そして国を動かすことになるかもしれません。選挙に行くぞ！4月7日は愛媛県議会議員選挙の投票日です。皆さん、選挙に行きましょう。選挙コンシェルジュの取り組み、分かった？これも未来の松山が良くなる活動の一つなんです。分かった？なるほど、勉強になりました。来週もよろしくお願いします。夏井いつきの松山温故知新。このコーナーでは松山にゆかりのある先人たちの功績や懐かしの街角を情緒豊かにご紹介します。大切な人、大切な場所、大切な時間、松山市政施行130周年の今、いにしえを訪ねて新しきを知る、ご一緒にいにしえを紐解いていきましょう。次回から始まりますよ。お楽しみに。